おはようございます。今日は4月19日、今日はね、カーブの方来ました。なんとなくね、いい感じの雰囲気なんですけど、昨日雨降って、でね、もう19日もう半分過ぎて、4月も4月中に釣るっていうあれなんですけど、全然ほんと釣れないですね、ここは。でもまあなんとかね、頑張って釣っていきたいと思います。今日はまあ団子ですね、いつもので。今日は20ミリシングルでボトム、やってみようと思います。でね、今日はサーフスイング420-25号に、ペンですね、ペン、スピンフィッシャーで今日はやっていこうと思います。というわけで、これから、5時50分、1投目打ちます。1投目完了です。今日もね、狙いは、大きな、もじりが出たところを狙います。一応、ね、前回というか、まあ、前回カーブやった時、一応朝竿先に当たりは来たんでね、そこをちょっと狙って いきたいと思います。というわけでね、準備終わったんで、釣っていきたいと思います。現在8時です。昨日のね、雨でやっぱゴミがかなり流れてますね。水の流れもいつもより速いです。というわけでね、今日もね、暖かくなるんで、まあチャンスあると思うんですけど、なんとかね、頑張っていこうと思います。当たんないのでちょっと餌変えます。でね、次は、ボトムとポップアップで少し浮くようにして、やってみようと思います。今12時です。ちょっと上、石か水門開けたみたいで、ゴミがもう、ものすごい流れてきました。というわけで、主、そのサングラス、評判いいですよ。サングラスかけないんですか？いや、かっこいいってみんな言ってますよ。昔のサングラス、かけてみてください。いや、かけてっていうか、このゴミと一緒に鯉に流れてこないですか？これすごいよ、半端じゃねえよ。いや、でもまあこれぐらいの流れならね、まだなんとかね、なるけど、こういう時、釣れる可能性もあるかもしれないから。あ、サングラス決まってんじゃないですか。違いますよ。みんな、
だから人気あるんですって。いや、視聴者の皆様に何か一言お願いしますよ。なんか、はい。言うことない。言うことはあってくださいよ。なんか一言。というわけで今日も照れてる虫でした。今12時半です。12時半の、水温を測ってみます。だいたい15度ですね。見えるかな。15度どうですか、虫。冷たい。大丈夫でしょ。大丈夫。15度大丈夫ですか。ただ魚がすごい来てる、来てるから。さすが。魚が来てるわね。というわけで、虫のありがたいお言葉でした。現在1時半です。虫も今帰っていって、またポツポツと、まあゴミがね、一応全部流れていって、ちょっと川落ち着いてきたみたいです。で、小さいもじりがポツポツまた出てきました。なんとかね釣れればいいんですけど。当たるのを待ちたいと思います。現在3時です。やっとね、水の流れも収まったみたいですね。もうさっきまではね、ずっとすごいゴミが流れてきて、流れも強くて、ずっとね下流に流されてたんですけど、今は大丈夫ですね。ほぼまっすぐ。あとはね、もう今多分一番暑くなってるんでね、水温も流れが止まったから上がってきてると思うんで、なんとかね5時ぐらいまでには当たればいいなと思います。というわけでね、引き続き、まあ夕方まで頑張ります。というわけでね、5時です。今日はね、大量のゴミとか流れてきて、参っちゃいましたね。んでね、まあ4時過ぎてから多分鯉のねもじりがねこの辺で出始めてるんですよ。あとね、もう一歩ってとこかなと。だいたいね、もうもじるとこね、だいたい把握したんでね、あとはね餌ですよね。何を食うか。だいたいね、もう普通ならね、そこ通ればあれば食うと思うんですけど、ダメでしたね。今日はね、途中からポップアップとね、ボトムのダブルで少し浮くようにしたんですけど、それでもね食ってこなかったですね。というわけでね、まあちょっといろいろ、次はね、まあ鯉を釣りたいので、まあ下に行こうかなと思います。
というわけでね、また次の動画よろしくお願いします。